はいどうもカズマリアです。ボン。はい、というわけで本日は3日目の朝ということで、石川県の七尾市にいます。はい、はい、では朝のルーレットお願いします。はい、スタート。1万円出てほしい。1万円出なさそうやな。え、1万円や出た。1万円出ました。やった、これはなかなか嬉しいな。なかなか嬉しいな。嘘や。嘘やろ。嘘や。なんでキャンプでこんながっかりになるやろうな。なあ。なんで3連続キャンプなんていうか。そんなことある？もうずっとキャンプじゃん。前髪が。どうしよう。まあ、しゃあないな、キャンプはキャンプやから、ちょっと今日探していいかな。いいとダメですね。はい、あ、次、運転。ああ、イズイズミヤ。まあいいや、今日は1万円出たから。でですね、ちょっと今日泊まってる道の駅はどこでしたっけ。道の駅、能登食材市場。なるほど、はい、この道の駅結構良さそうなので行こうか。道の駅紹介と、ちょっとめっちゃ近くに、はい、今日めっちゃお祭りやってて、そこもちょっと行きたいな。行きたい、うん、1万円やからもうめっちゃ嬉しい。はい、はい、というわけでですね、ちょっと行ってきます。はい、マジで市場や。まあ今日はここで材料を買ってキャンプ場に行くっていう感じや。うん、もう今日は観光は諦める。そう、諦める。こういう海鮮丼屋さんもあります。こっちは何、浜焼き。あ、お寿司とかも売ってる。ここのアンジさんっていうお店でメンチカツ、美味しそうやな。うわ、めっちゃ美味しい。美味しい、うん。苦いけど苦い、この苦みが美味しい。苦みがたまらんな。うまいな。すごい私事やけどさ、ひげ剃りたい。いや、だから朝お風呂入りたいって言った。そういうことやったんか。何のお祭りなんそれは。わからん。いや、でもすごい立派やな、これ。これはですね、はい、あの春の訪れをなんか歓迎するみたいな感じのお祭り。ああ、で毎年この時期に3日間かな、4日間か忘れたけどやるらしくて、うん、で今日夜に動くみたいです。これが、これすごいよな、大きいのが。こんな大きいのに、家より大きいで。余裕でな、学校の体育館の屋根裏に大きくて。というわけで、今道の駅で使ったお金が830円です。そんなに使ってない。ここは何ですか。あ、こちらはちょっとキャンプ場行く道のところに看板が出てたので、途中で寄り道ですね。寄り道したいと思います。昭和博物館とおもちゃ館です。楽しそう。チケット購入していただく写真入場料も1人700円です。これ何なの、アイスクリーム。こんな感じやったんや。ほんまに文房具屋さん来たみたいじゃない。ランドセルちっちゃ。これこっからめっちゃ進化してる。トミカめっちゃカラフルになってる。あ、こっからこうか、でこっからこう、うん。はい、実際にね、お土産が購入できます。こことか見て、こことか瓶、対象の瓶とか。すげえ。レコーディングなんかこれとか、レコードとか見て、こんなの種で森永牛乳、昔のカメラとか、すごくない。うん、これ何なのっていうか、何なの。何の分類に入ってなあ。3瓶やもんな。
B 車。橋を渡る。綺麗。綺麗。これ渡ってもう石川県。渡っても石川県。今回今から向かってるのが石川県の、はい、あのちょっと外れた島っていうの。能登島。能登島？うん。にキャンプ場を見つけたので、そこに向かっています、はい、すごいな、このすごいな橋、しかもこうなってる、めっちゃ。じゃあこれ、あの七尾市から動いてないっていう。そうやねんな、思った思ってんけど、すごいな、七尾市広いな。七尾市住んでる人もおるってことやんな、多分。すごい、こっち側にも。え、すごい、ですやん。めっちゃいいやん、このキャンプ場受付やって、はい、え、めっちゃいいですやん。いっぱいそうやけどな、けど大丈夫です、はい、目的地は左側です。はい、ってことでですね、本日のキャンプ場に到着したんですが、ここめっちゃいい、ここめっちゃいい、めっちゃ良くない？初めてキャンプできた、ちゃんと。え、けどめっちゃ良くない、うん、しかもな、安い。なんぼ？2400円2人で、うん、しかもこれ何？この1個ちゃんとこう区画されてる。そう、っていうか車もちゃんと止めれて、車もちゃんと止めれて、芝生やし、下、うん、しかもおっちゃんめっちゃいい人やし、ワンちゃんめっちゃ可愛かったしずっとワンちゃん連れてる。うん、しかもあのワンちゃん人懐っこすぎ。しかも今日ゴールデンウィークやけどさ、うん、当日言ったけど、no. 全然行けたな。まだ空いてる、空いてそうっぽいし、うん、あとだってここ4つぐらい空いてない。なあ、見てこれ、可愛いな。これめっちゃ可愛い。これこうなんでめっちゃ安かった。これな、あの荷物置いたりするの床やったりするからな、うん、ちょっといいかなっていうので。え、しかもこれ見て、緑にめっちゃ映える。映えた、うん。はい、ってことでですね、テントを取り、立て終わって、立て終わった、近くにね道の駅があったので、はい、まあ、今日のご飯探しと、ご飯探しと、あとガラス館っていう、うん、なんかそういう博物館的なものもあるみたいなので、はい、結構広そうやな。広いな。あの、なんで並んでるのあれ。ノトミルクソフトクリーム。え、食べたいまあみたいなので、はい、ちょっと観光していきたいと思います。4630円、残り？残り。5370円。割とある。はい、というわけで、今からね、ご飯を作っていきます。で、本日ですね、はい、作るのが、こちら。じゃん。麻婆豆腐。麻婆豆腐を作りたいと思います。いや、昨日もね、肉食ったから。そう、バーベキューとかじゃないのがいいってなって。そう、で、このナスね、昨日買ったバーベキューで余ってるんで、うん、ナスと豆腐と入れたいということで、麻婆ナス&豆腐ということで、はい、ボリューム満点のものを作っていきたいと思います、はい、できてきましたね。もうね、ちょっとカレーっぽいんですけどカレーっぽい、うん、やってるんですね。あったか。なあ、あったかいな。やっぱ。たまらんわ、焚き火は。入れ物ないしな、ほんで。美味しないの？むしろちょうどいい。うん、うん、うまっ。うん、うん、うまっ。麻婆豆腐意外に簡単やな。なあ、うん、多分鍋がちっちゃいんやと思う。しかも今回も鍋持ってくるの忘れたから、鍋2個買うちゃう。鍋どんだけ買うほんま。鍋2個買ったから合計4個になったな。やばいけど鍋。今日
今日は合計ですね、今のところ7203円使ってるんで、あと2797円残ってる。あー、でお風呂まだ入ってない。なるほどね。だから、まあ、1000円はなくなるとして、いくら残る？1000円残るか。1700円ぐらい、まあ、700円か500円ぐらい残る。あー、結構キツキツやな。全然残らへんから、うん、あのキャンプの日に3000円とかは無理。いや、そうよな。だって今日も別にそんな贅沢してない気するんだけどな。今日も贅沢してないよ。結局自炊も結構かかる。かかるっていうことだな。だって鍋とか持ってきてないもん。結局毎回来るの買わんけど、鍋、包丁、まな板、お皿、ウェットティッシュ、ボール、うん、あ、2200円しか残ってないわ。あ、けど2200円か、うん、で、お風呂で1000円なくなるってことか。うん、じゃあ1000円余りぐらい。うーわ、なんか明日3000円出そうなんやけど。そら3000円の日カップ麺なるわ、夜。なるな。1日メール、昨日の方がきつなかった。うん、昨日なんかわからんけど、何やったん、昨日。昨日ほんまにきつかった、うん、あの、終わりのとことかも全然撮ってないけど。え、そうやったっけ。そう、もうお風呂入りますから撮ってないみたいな。うん、もうお風呂入った段階で3時とかやったもんな。うん、お風呂じゃなくて、お風呂上がってもすぐ寝たもんな。うん、だからやっぱキャンプの日はキャンプにした方がいいな。専念した方がいいな。うん、ね、遅くても3時4時にはもうキャンプ場におるみたいな。うん、3時やな。そうやな。島の湯、ひょっこり温泉です。ひょっこり島の湯温泉。あ、ひょっこり温泉島の湯って言うんや。なるほど。ほら、のとじま。お風呂は8時半から。いや、今日は11時まで。あ、そうなの。行きましょう。はい。あ、結構広そうやな。